2023年の7月の売り上げを発表していきたいなと思います。この新作のダウンジャケットについてお話ししていきたいなと思います。その最新情報っていうのは、はい、本日ですね、2023年の7月の売り上げを発表していきたいなと思います。ということで、僕の運営しているブランド、ジャパンメディアというブランドをね、売り上げ発表していきたいなと思います。ではですね、画面見ていただきたいなと思います。はい、では見ていただきましょう。ではデータですね、先月4月の売り上げがどうなってるかっていうところなんですけども、4月は特に新作も出しないので、微妙かもしれませんけどもっていう保険を一回貼っといて、どうなんでしょうか。はい、出てきました。2023年の4月売上がですね、944万2650円ということで、まあ1000万はちょっと切ったんですけども、多くの方に購入していただきました。本当ありがとうございます。気になるランキングの方も行きたいなと思うんですけども、僕ね、絶対今年中に10位目指すって言って頑張ってはいてるんですけど、6月がね16位、4月ガクンと下がってますね。残念、67位ということで、トップ100ギリまあなんとか入れたぐらいな感じなんですけどもね、順位としてはこんな感じになってます。まあ先月が一応過去最高16位ということになってて、単純に売上が高くなると順位が高くなるっていうわけじゃないんですよ。他のショップさんとの絡みもあるから、他のショップがみんな1億円とか売れてたりしたら、僕どんどん低くなっていくしみたいな感じなんで、一番狙い目はね、冬場って絶対単価上がってくるからみんな高なるんですよ。だからその高くなる前ぐらいにドピーク持ってこれたら、もしかしたら10位内入れるかもしれんっていう、その卑怯な狙い方をね今考えてるわけなんですけども、そんなことで思っております。今月もね、皆さんからいろんなレビューいただきました。まあこの今僕が着てるこのダウンジャケットはまだ発売はしてないんですけども、近々販売の予約とかも始まってくるとは思います。ダウンジャケットに関してはこのブラック、そしてここに置いてるオレンジ以外にも、ブルーとかニュートープみたいなカーキとか、その辺も今サンプルは作ってるんですよ。どれを販売するかまだ確定じゃないけど、このブラックに関してはもう販売することは確定しております。ただ今年販売できるか来年販売になるかちょっともうわからないんですけども、また楽しみにしておいてくださいということで、皆さんからいただいたレビューね、先月のレビューを見ていきましょう。明るいベージュのような色の目でしたということで、ヌメですね、キーケース買っていただきました。ボタンがマグネット式であることも推しポイントですということで、価格も信じられないということで、多色他の色も集めたくなります。ゴールドのネックレス50センチ、これも10万ぐらいするんですけど、細いチェーンですが嫌味のない輝きがあり、少し見えるだけでも存在感のある最高のネックレスですということで、商品の遅延があったのですが、対応もしっかりしていただき、ネットショッピングですが心のこもった気持ちいい買い物ができましたということで言っていただいてありがとうございます。幅がね、多分 1.2 ミリぐらいしかないから、騎兵っていうんかな、もっとジャラジャラしたプロ野球選手みたいなやったら、やっぱ1センチぐらいあったらもう結構激しいんやけど、僕あんまそんな好きじゃないので細身ですね。サングラス開封して第一印象はかっこええです。ケースも高級感があり、所有満足度を上げてくれますということで、レンズの色ですごく迷いますが、落ち着いた雰囲気とドライブメインの着用なのでグレーレンズにしましたということで言っていただきました。サングラスの手入れ方法についての動画も上げてくださって、すごく勉強になりましたと。危うくアルコールスプレーを使うところでしたと。サングラスはね、僕のだけじゃなくて全部そうなんですけど、シリコンで一応カバーされてるんですよね。で、樹脂でカバーされてるから、アルコールするとその樹脂が取れちゃうので傷がいっぱいついてくるんですよ。だからそれだけは皆さんね、どんなサングラスもそうなんですけど、アルコールっていうのは使わないようにしてください。じゃあ何使うのっていうと、よくメガネケースとかで一緒についてくるこういうね、布みたいなのあるじゃないですか。こういうのってこの中の繊維に樹脂みたいなの入ってあるから、これで拭いてあげるだけでね、全然汚れ取れるし、もうそれでも取れへんっていう時は水洗いしてあげると結構取れるので、またそんな動画もね出そうかなと思ってますので、気になる方は見てみてください。そしてブレスレットですね、完全に個人の所感ですが、商品 PR からもう少し上質なものを期待していたため、良くも悪くも値段相応ということで、商品自体は普通と評価したいというふうに素直なね意見を言っていただきました。ありがとうございます。ブレスレットに関しても、まあ確かにこれは1万円ぐらいなんですけども、妥当っちゃ妥当なんかなと。特にこれがコスパめっちゃいいっていうわけじゃないかなとは思ったりするので、極力ね、僕も皆さんに満足していただけるように妥当やなと思いながら作ってないんですけども、こういうお声があるとね、次例えば作る時とかにどうやったら満足してくれるかっていうのをね考えたりもまたできますので、これのねワンランク上のプラチナっていう素材で作ったやつなんかは、もう少し高級感のあるやつを作ろうとは思ってますので、こういうお声をね反映させていただきたいなと思いますので、ありがとうございます。次ね、50代のおっさんなんですけども、ネックレスが届いた瞬間、その日に、ブレスレットも購入しましたと。バングル2つほど持ってるんですけど、上品なんでこっちの方がつけやすいですねというふうに言っていただきました。ありがとうございます。ネックレスブレスレットつけると気分が上がるんですけど、アクセサリー入門者やったら意外とあえてブレスレットの方がいいかもっていうお声はね、確かにネックレスこの辺って顔周りやから派手っちゃ派手っていうか見えるから、あんま嫌やなっていう人は手首やったら時計と一緒につけたりするのもねありかなと思います。その他もろもろね、いろんな黒パンとかね、言っていただいたりしますけども、まあワイドなパンツがトレンドなんですけど、テーパー止めの細めのパンツでドストライクでしたっていうお声とか、2本目の購入で非常に洗練されて履きやすい黒パンですということで、黒パンね、一番すごい人ね、ケイタさんっていう人がいててね、その人はね黒パン4本買ってます。僕会ったことないけども、この人また黒パンやん、また黒パンやんって言って、まあありがたいんですけどもね、黒パンだけでこれシール7枚集まるんちゃうかなと思ったりしてるんですけど、この 2,3 ヶ月だけで4本ぐらい購入していただいております。
紙ショーツはね、個人的にはショーツってダサいとか恥ずかしいとか子供っぽいっていうネガティブなイメージあったんですけど、この紙ショーツはね、全て払拭してくれましたということで、多分ショーツは柄になるとちょっと子供っぽくなると思うので、無地に作ってるっていうとか光沢があるから大人っぽく見えるとか、多分そういうとこあるかなと思うんですけど、そう言っていただいてほんまに良かったなと思います。次はね、この新作のダウンジャケットについてお話ししていきたいなと思います。結構ね、問い合わせも今の段階からいただいてて、商品ができるか分かりませんって言ってんねんけども、見ていただいててね、ここに着用画像とか載せるんですけども、今回985フィルパーで制作するということで、おそらくどのブランド見てもそんなダウンジャケットないと思うんですよね。でしかもこれ今回985フィルパーを 200g わっと突っ込んでるので、1着のダウンジャケットに、ナンガとかで 160g とかなんで、もう 200g を985フィルパー突っ込むって、これちょっと暗号みたいな話してるけども、もうむちゃくちゃなんですよね。まあそんなん作らせていただいてますので、気になる方は見ていただきたいし、その最新情報っていうのはこんな感じでね、商品ページバーって飛んでもらって下の方行くじゃないですか。そしたらダウンジャケットっていうのがここ出てくるんですね。でそしたらこれポチって押して、まだ販売できるか分からへんけど、一応10月15販売ってはなってるんやけど、これもまた買えると思うんですよ、その時によって。でその時にこの販売開始のお知らせを希望するっていうのをポチって押してもらって、あとはメールアドレスを入れるだけ。これ別に見ていただいてもいいんですけど、でこれで登録するってやっていただいただけで、勝手に商品のページが変わったりしたら通知が来たりとか、あと販売の時間になったらもう連絡来たりとかっていう感じなんで、再入荷も同じく、ただこれメールアドレス入れるだけでね、情報が入ってくるようになっておりますので、また期待しておいてください。でね、こんな感じでメールが届きますので、メールでね、こういう感じで商品の販売の登録、いただきましたということで、まあ、こういう感じで、なりますし、もし登録解除したい場合はこの URL ポチッと押してもらって、それだけでもう登録は解除できるので、これで解除するってやってもらったら、もうこれ以降通知は来ないので、簡単にワンクリックでできるのでね、見といてもらったら嬉しいかなと思いますので、その都度サイズの更新とか、あとカラーの更新とかもしていく予定になってますので、また見てみてください。で、それとね、もうサングラスもね、在庫なしになってるやつもあるんですけども、ちょっとだけね、数点は多分また入荷あるかなと思うので、これが終わったら次は2024年までもう入荷ないので、また見といていただければ、こうやって入荷なしのやつも再入荷通知やっといてもらうと、入荷した瞬間に連絡行くようになってるので、また見ていただけると嬉しいかなと思います。おそらくね、これね、見ていただこうって、ダウンジャケットのサードサンプルが仕上がってるんですよ。でサードサンプル3着作るんですよ。だから計黒、オレンジ、あと3色作る、5色全部で作るので、それ見てからね、今回は3色ぐらいに絞ろうかなと思ってます。ブラックは確定やけど、あと2色何にしようかなってちょっと迷ってるんですけど、またそんな風に見てもらいたいなと思いますし、今ねシャツも出てると思うんですよ。でただシャツはね、この秋冬から新色でホワイト出したんですよ。でホワイトなんてもう絶対定番じゃないですか。で前回は生地がなかったから仕入れられへんかったけど、今回早めにやってたから生地仕入れられたから、白も作ってるので、白はもしかしたら結構人気になってるかもしれないんですけど、またそれもねページから見ていただければあるかなと思いますので、ぜひぜひ見てみてくださいということで、今年大注目のダウンジャケット、それ以外にやったら防水のリュックレザーっていうのもね、先日なめし工場に行ってレザーがなめされる過程とかもね見てきたり、防水になる過程とかも見てきたりしたんで、またそれもねよかったらジャパンメディアの方のチャンネルがありますので、そちら見てみてください。ということで本日はですね、2023年4月の売上を発表してみたいな動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。